えー、今日ダイソーに行って欲しいものがないとすぐ分かったので滞在以下2分くらいの間に傘をパクられました1万円近くした傘で5年ほど使っていて怒りを通り越してとても悲しくなりましたもう傘全員使いましていいと思うんですがどう思いますかも僕も傘買わないですね盗まれるのでなのであの傘立てに傘は置かないようにする方がいいんじゃないですかねあの店の前に傘立てがあるのって 日本ぐらいかもしれないですね。他の国であんまり見たことない気がする。まあ、普通に濡れた傘室内に持ってくるんですよね。んで、びっちゃびちゃになるんですよね。<laughs> まあ、まあ、そういうもんなんですよね。だから。うん。だから、傘立てという文化は、あの、まあ、日本はやりたい人はやればいいんですけど、大事な傘だったら持ち込んだ方がいいんじゃないですか。